宮崎県知事も務めた元衆院議員の東国原英夫氏、66、が10日までに自身の X、旧ツイッターを更新、活動休止中のダウンタウン松本人志、60、に対し、改めて、提言、した。本をめぐっては昨年12月27日発売の、週刊文春、が15年の一般女性への性的行為強要疑惑を報じたが、所属する吉本興業は同日、報道を否定。先月8日、松本は活動休止を発表し、同22日には、同誌を発行する文藝春秋らを、名誉毀損に基づく損害賠償などを求め提訴したことを発表した。松本の代理人弁護士は、記事に記載されているような性的行為やそれらを強要した事実はなく、およそ、性加害に該当するような事実はない、などとコメントしている。東国原氏は、8日に更新した自身の YOUTUBE チャンネルで M 松本の過去の疑惑などを報じている、週刊文春、などの週刊誌報道に対し、印象や試験、自身が知る情報などを話した。9日深夜に更新した自身の X に、この YOUTUBE の内容を報じた一部メディアの記事を添付。僕は、最初から言っているが、松本人志氏側は、週刊誌を訴えるだけでなく、週刊誌に証言した女性を相手取って訴えるべきだと思う。その方が争点が明確になるので、と改めて試験を綴った。この投稿に様々な意見が寄せられている。ネットの声、報道を止める目的のスラップ訴訟として批判されるでしょ。悪手以外の難物でもない。しかし、何をもって訴えるのか、名誉毀損か、信用毀損罪か、いずれにせよ、当人が密室において松本人志とこういうやり取りをしたってのは、誰も証明はできない。平行線だろう、あえて言うが、そうなると何とでもどうとでもお互いに言える。そうなった時にダメージを受けるのは松本氏でしょう。東国原氏は一体松本氏に何をやらせたいのだろうか。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南光。